熱戦になった時に、それでは高津監督に伺いま す, ですか、ね、初回にいきなり5点を取りまして試合の主導権握ったままの勝利かと思いますが、振り返っていかがでしょう。初戦2戦目とやられて、すごくこう嫌な、嫌な雰囲気ではないですけども、しっかり立ち上がらなきゃいけないなと思ったところに、初回の5点だったので、すごくゲームの入り方としてはいい展開で入れたのかなと思います。先発野手が全員安打、それから得点の半分が下位打線からというあたりは非常に大きかったと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、初回の2アウトから内山であったり長岡であったり、そういうタイムリーが非常に効きましたし、そういうところで得点ができるのもね、そういうところでチャンスが作れるのも、今の打線のね、つながりというのを象徴しているのかなと思いますけど。先発の石川が今シーズン初めての中6日5回3失点ですが、どうでしたか。満点ではないですけれども、援護がありながら、5回まで3点でいったわけなので、また次回期待したいと思います。その後のリリーフ陣の安定感というのも非常にさすがという部分がありますね。そうですね、有利な展開での登板ではあったんですけども、残りの4イニングをしっかりと3人で逃げ切ったというのはすごく評価していいと思います。連敗を止めました。また明日以降に向けて一言お願いします。そうですね、いつも言ってるんですけども、目の前のゲームを一生懸命戦うだけ、明日も勝ちたいと思います。ありがとうございました、はい、高津監督でした。